皆さんこんにちは、もみじです。今回は、ナロー系漫画、異世界で孤児院を開いたけど、なぜか誰一人巣立とうとしない件、をご紹介します。物語は主人公が兵士と共に馬車に揺られるシーンから始まります。わざわざ異世界から召喚されたのに特別なスキルが何もないなんて、守り、と、鑑定、スキルだけじゃ下級勇者にもなれないわな。と、召喚から追放までの流れをセリフだけで説明しやがりました。そもそも、守り、と、鑑定、ってめちゃくちゃ有能そうなスキルなんですがダメスキル扱いなのが気になります。あと下級勇者って何ですか？そして、降ろされたのが廃墟のような孤児院で、彼はこれからここを経営するようです。この柱は何を支えていたのか？なぜこんな崖っぷちに孤児院があるのか？とまあ疑問はいろいろありますが、そもそもあまりにも説明が足りてません。そんな指摘があったのかなかったのかは知りませんが、3話で召喚時の描写がありますので先にそちらを見てみましょう。場面は定番の能力鑑定から始まります。王様と水晶があってわかりやすい構図です。しかし、左の女性の妙竹林な格好は何でしょう？王様のセクハラでしょうか？例の弁護士に見つかったら偉いことです。他の人は自主的に終えたようですが、ぐずぐずしている主人公に、早くしろ協調青年な、とクラスメイトらしき人物が罵声を浴びせます。どうやら王国の危機を救えば元の世界に返してもらえるようですが、協力させたら現状復帰という。嫌がらせをやめて星けや金よこしな、と迫るヤクザのようなマッチポンプに喜んで協力する他の人たちに違和感しかありません。物の頼み方を知らない異世界人と能天気なクラスメイトに囲まれて冷静な主人公かっけーといういつものパティーンです。鑑定すると、ご存知の通り、守る、と、鑑定、しか持ってない主人公は、何の努力もなしに最上級スキルを与えられたクラスメイトに笑われ、拉致事件の主犯には、予定が狂ったわい、などと言われてしまいます。と、ここでやっと主人公の名前が判明。ナオミ、マサツグだそうです。そして豚野郎は、期待外れのマサツグに孤児院を任せ、10人の孤児を巣立たせることができたら、元の世界に返すことを匂わせて彼を放り出します。なんということでしょう。回想を見てもほとんど新しい情報は得られませんでした。とりあえず10人の孤児を巣立たせるという目的こそ分かったものの、そこに至る理由や背景が全くなくすっきりしません。仕方ないですが進めましょう。孤児院に入ろうとする摩擦具ですが、常磐が腐っており扉が倒れてきます。これ孤児院じゃないですよね。元孤児院の廃墟です。そして奥に進むと、唐突に獣人の少女がゴブリンに襲われている現場に遭遇します。どうやらゴブリンとは会話が成立するようで、ここを立ち去るよう言われますが、なぜか偉そうに自信満々これを断ります。怖くないの？当然のように戦闘になりますが、ゴブリンの攻撃は摩擦具に届きません。たまたま、守る、スキルが発動したようですが、先ほどの自信満々な態度には何の裏付けもなかったようです。さらにスキルでゴブリンの攻撃をさっとかわすと死闘でこれを難なく倒します。スキル、守る、とは一体何なのでしょう。危ないところを救出された獣人の少女は摩擦具に感謝しますが、摩擦具はこれまた偉そうに、襲ってきたから対処したまでだ、と傲岸不遜な態度で切り捨てます。どうやら敵だけではなく誰に対してもこの態度なので、俺様系キャラは彼の字なのでしょう。普通こういったキャラは頭がすごく良かったり強かったりするものなので、スキル以外にも秀でたものがありそうです。さらに衰弱して倒れる少女を抱き止めると、今度は謎の光に包まれ、少女が元気になりました。守る、スキル万能すぎませんか。というか、スキル名が動詞なのがずっと引っかかって落ち着きません。窮地を救ってもらった上に、衰弱した体までも回復してもらった少女は泣きながら摩擦具に感謝し、コロッと泣き止み、私のご主人様になってください、と、お願いします。押しかけ獣人奴隷です。そして突然服を脱ぎ出し、私に証をください、と誘ってきました。展開が早いです。しかし摩擦具がいつも通りの涼しい顔で、まだ子供のお前にそんな真似ができるはずないだろう、と真摯な態度を見せると、大人になったら OK、と受け止められて喜ばれてしまいました。そしてここでやっと自己紹介。彼女の名前はユシア。ひとまず二人の共同生活が始まりました。やれやれ系の俺様主人公は今日も異世界でモテモテです。建物の修繕と掃除を一通り終えた摩擦具は、市場へ買い出しに出かけることにしました。
一応王様も無一文で放り出すようなことはしなかったようです。正嗣べったりのユシアがおとなしく留守番してくれるわずもなく、しぶしぶ連れて行くことにしました。買い出しにはしゃぐユシアですが、昼間から飲んだくれてるモブがニヤニヤといやらしい笑いを浮かべています。どうもこの世界の人間はクズ率が高いようです。そして買い出しを終えた二人の横で突然喧嘩が勃発し、正面からはユシア目当てのスキンヘッドが絡んできました。ほんとどうしようもない街です。おちおち買い物もしてられません。ユシアが正嗣の後ろに隠れると、男は不機嫌な顔でさらに因縁をつけてきます。当然のごとくバトルがスタートし、読者の予想通りスキルで簡単に制圧完了です。そして力ずくで頭を下げさせ、今回は許してやろう、と解放しますが、もちろん男が簡単に引き下がることなどなく、横の喧嘩でうっかり飛んできた剣と、逆上した男のパンチを、これまたスキルであっさり退けます。しかも叩き折った剣はオリハルコン製だったようで、一躍注目を浴びる羽目になってしまいました。オリハルコンといえば、ファンタジーでは最上位クラスの素材ですが、街中で喧嘩を始め、しかもその喧嘩ごときで剣を抜き、さらにはうっかり剣を飛ばしてしまうような、ろくでもない冒険者が持っていたと考えると、あまりすごくないように感じてしまいます。さて、ここに至るまで年齢さえも明らかにされていない正嗣でしたが、ようやくスキル以外の彼の実力が示されます。用意したのは市場で買った重曹と油。そう、なんと彼は石鹸を自作できるのです。地味です。どうやら町には売ってなかったようですが、ユシアもその存在を知らないことからこの世界には存在しないようです。ご存知の方も多いでしょうが、石鹸はアルカリと油から作られます。そして私たちの世界における石鹸の歴史は意外と古く、紀元前3000年頃と言われています。羊の肉を焼いた時に落ちた油が、アルカリ性である灰と混ざったのが始まりだそうです。製鉄技術すらありそうな世界で石鹸がないとはどんな発展を遂げた世界なのでしょうか。おっと、石鹸について語ってるうちにあちらも完成したようです。そして今度は余った重曹でホットケーキを作るようです。正嗣は料理も得意なんでしょうか。卵、バター、牛乳、小麦粉、砂糖と一通り揃ってます。存在するというより、簡単に手に入るところが生活水準の高さを伺わせます。石鹸は存在すらしませんか。そして卵白を混ぜる手伝いをしているユシアが一言。もしかして生クリームというものですか。生クリームは存在しているようです。もうこの世界の文化水準がわかりません。そして出来上がったホットケーキは、ユシアが美味しそうに食べてました。幸せそうで何よりです。なんか料理漫画みたいになってきました。さて、今度は何やら書き物をしながら正嗣が悩んでいるようです。考えているのは孤児院の予算のことで、王様からもらった資金は一月もすれば尽きてしまうようです。これは驚きました。経営、とは言ってたものの、実際は孤児院の運営を担う程度と思ってました。営利団体でもない孤児院の経営そのものを丸投げしていたとは驚きです。というわけで、現在収入源のアイデアを練っているようです。書き出しているのは元の世界の娯楽のようですね。あれじゃないですか、定番の白と黒のやつ。というか、新しく考えなくても石鹸売り出せば人財産築けそうですけどね。と、そこへ来客です。右の人がギルドマスターのドランで、左がその護衛で永久冒険者のゴズズだそうです。ファンタジーをこじらせると、人の名前に濁点を多用するようになりますが、これはちょっと重症ですね。一般小説の処方が必要でしょう。要件は、冒険者ギルドへの勧誘でした。先日、ポンコツ冒険者の剣を売ったことを耳にしたようです。ギルドマスター直々のお願いですが、正嗣は孤児院を理由にこれを断ります。おや、ちゃんと敬語で話してますね。これがヤンキーが子犬を助ける法則なのですね。なんでもないことですが、ユシアを見捨てない行動も相まって一気に好感度を上げてきました。しかし護衛の濁点は面白くないご様子。彼にとっては、孤児院の院長不正には断るという選択肢はなかったようです。これではお願いではなく命令ですね。永久冒険者でギルドマスターに護衛を任される人材がこの程度では、素性のわからない正嗣を勧誘したくなるのもうなずけます。そして完全に殺す勢いで正嗣に切りかかりますが、もちろん聞きません。そして剣の束を握りつぶして一言。お前のやわな剣なんぞ、その辺の枝と一緒だ。
これ守ってないですよね。普通に攻撃が強いです。もう殺されてもおかしくないレベルの失態に、ギルドマスターは慌てて土下座で謝罪します。正解です。日本人相手には土下座が一番です。マサツグも土下座を見せられては謝罪を受け入れるしかなく、ギルドマスターに状況を聞くことにしました。どうやら隣国の動きがきな臭く、さらには魔族との戦いも苛烈さを増しているとのこと。要するに国がピンチってことらしいですが、これって王様が手を打つ案件じゃないです。さすがに国全体の危機とあってはマサツグとしても放置するわけにもいかず、個人優先の条件付きで、協力する約束をしました。そしてマサツグに迷惑料を渡して二人が帰ると、一部始終を見ていた、ほぼパンツ一丁のエルフが登場したところで一巻終了です。終盤で多少挽回したとはいえ、やはり主人公の俺様設定は鼻につきましたね。一般的に尊大なキャラは、しっかりと裏付けがあり、それが魅力となっているものですが、マサツグには後付けチート能力以外に特徴はなく、ただ性格の悪いだけのキャラにしか見えないのです。ツンデレがやりたい、という作者の意図は理解できても、ツンに共感できなければ出れても嬉しくないのです。あといろいろと説明不足な作品ですね。私のような、ナロー上級者、になると、ある程度の省略は勝手に保管して読めますが、これが初めてのナロー作品、という方にはおそらく何が起きてるのかさっぱりわからないと思います。本作品の目玉であろう個人設定がまだほとんど描写されていないので、このあたりの展開次第で面白くなる作品だと思います。異世界で個人を開いたけど、なぜか誰一人巣立とうとしない件、一巻レビューいかがでしたか？動詞のスキル名、守る、に違和感を持った方はチャンネル登録、高評価お願いします。それでは最後までご視聴ありがとうございました。また別の動画でお会いしましょう。またねー。